どうもみつみつです。ポケモン GO でございます。最近ですね、ポケモン GO にこちらのねサマースタイルのピカチュウがね出現するということでね、早速今回捕まえていきたいと思います。まあ、まずはねこれで餌をあげて機嫌を取ったと後に狩猟するというね、これまあ人間のクズみたいなことをして捕まえていこうかなと思います。よっと、なかなか捕まってはくれない。まあただね、私のこのボールテクニックにかかればね、まあグレートスローとかナイススローとかはあえて出さないみたいな、あえて普通のスローで捕まえるみたいな、そういったスーパーテクニックなんですけども、おら CP75 程度なんで、まあ捕まるかなと思う。捕まんねえな。ちょっと待って、最終兵器だぞ。最終兵器のスーパーボールだぞ。スーパーボールでね、おら、よし、今のはなかなかいいボールだったんじゃないでしょうか。なかなか、嘘やん。ちょっと待て待て、何このネズミ。捕まれ、ね、グレートスローとかナイススローとか僕、正直どうやって出すのかよくわかんないんですよね。あれって何？どういう基準で出るの？ね、やべやべ。思いのほか使わなくて焦ってる。Y 焦るの巻き。そんだけでハイパーボールを投げるの巻きなんですけども、ちょっと空気よしよし、ナイス空気。オッケーやったぜ。はーい、というわけでね、サマースタイルピカチュウの方使いました。かわいいね、ピカチュウ。はい、というわけでね、本日はこちらのサマースタイルピカチュウ、まあ、さっき捕まえたのはメスですけども、こちらはね昨日捕まえといた、オスのサマースタイルピカチュウでございます。こちらをですねライチュウに進化させていきたいと思います。ピカチュウの飴がねちょっと67あるので、でライチュウもねこのサマースタイルバージョンでちゃんとね進化してくるらしいので、ちょっと今回それを進化させていこうっていうだけの動画でございます。よろしくお願いします。では進化させていきたいと思います。はい、サマチュウがね、サマチュウがサマチュウにサマチュウがサマチュウに、サマピカチュウがサマライチュウに。はーい、おーっとパリピってる、かわいい。やっぱライチュウだと体がでけえからちょっと威圧感あるな。でもなんかすげえやばそうあーでもかわいいね。あ、後ろ姿がめんこいね。なんかもちっとしてていいね。サマースタイルライチュウかわいいね。うん、花柄で。というわけでね、パリピのサマースタイルライチュウが出来上がりました。またね飴を集めて、まあ、これ以前こしらえたサトシライチュウなんですけども、まあ、サンタピカチュウとかね、なんだ、あとこういう魔女っ子ピカチュウとか、なんかこういうお祝いピカチュウとか、いろんなピカチュウがいるね。これらも基本的にはこのまんまでライチュウになるらしいので、まあ、こういうのもね、随時ね飴を集めてライチュウにしていけたらなと思います。あと色違いもいますね。色違いピカチュウもいるので、まあいろいろね、なんやかんや僕ポケモン GO を細々と続けているので、スマホゲームの中ではかなり続いてる方ですね、ぶっちゃけポケモン GO。 なんかね、やっぱりポケモンをなんかね、実際の外の世界でね集めるっていうのは楽しいよね。まあ、もちろんね、皆様も外で遊ぶ際にはね、周りの人とかね事故とかに気をつけてね、安全を確保してねプレイしていただけたらなと思います。ではでは、今回の動画はこんな感じで終わっていこうかなと思います。では、お疲れ様でございました。では失礼いたします。では